高温成分は NGC2264 を構成する4つの天体の1つで非領域である。一角重座傾きにある。1785年12月26日にウィリアム・ハーシェルが発見し、ハーシェルにより HV27 と命名された。塩水形状をしているためこの名で呼ばれている。主に古い年代の文献の中に、 トウモロコシ星雲と呼称しているものがあるが、これは塩水とトウモロコシを混同した語訳である。高温星雲の周りはクリスマスツリー星団が取り囲んでいる。ニュージェネラルカタログの定義によると、NGC2264 は星雲だけではなく、クリスマスツリー星団を含んだ故障である。南は NGC2264 の南端から、 北は3.9等級で輝く、クリスマスツリー星団の位置まで達している。一角獣座の中では北部に位置し、高温成分の北部は、プロキオンとベテルギウスを結んだ線の中間位置に来る。塩水形状は、冷たい水素分子からなる、暗黒星雲部分と、NGC2264 で最も輝いている、一角獣座エッセイからの4化した水素を含むゴミが、 光を発する気線成分からできている。NGC2264 の見かけの大きさは20分である。この星雲は非常に大きな天体複合群の一部である。その拡大写真が1997年にハップル宇宙望遠鏡にて撮影されている。ありがとうございます。